2002年2月、東京お台場にある科学館で、その競技会は産声を上げた。R1、ワールドマックス。世界初の人型ロボットによる格闘競技会である。IT 革命という言葉が流行し、様々なツールやデバイスのデジタル化、モバイル化が始まろうとしていた時代。そんな時代に生まれた、まるでアニメの世界から飛び出してきたかのような人型ロボット同士の格闘技に人々は魅了された。しかし、年々競技ルールが複雑化していく R1 ワールドマックスの戦いに、多くのロボットレスラーは窮屈さを感じ始めた。そんな中、2008年に旗揚げされたのが、ロボットプロレス、できんのか、である。できんのかは、R1 ワールドマックスが積み上げた格闘技の規制概念を取っ払い、ロボットレスラー同士の戦いをエンターテインメントに仕立て上げた。そして間もなく、できんのかに2人の象徴的なロボットレスラーが誕生する。第2回 R1 ワールドマックス覇者でもある超実力派のメタリックファイター。そしてもう一人が、12年間無敗の絶対王者、サーガである。この二人は、今なお、できんのかを引っ張る象徴的なロボットレスラーであるが、実は旗揚げ以来、一度も対戦したことがない。なぜか。この二人には、知られざる、決して埋まることのない溝があったからだ。しかし、この二人は後に、とある出来事をきっかけに、激しい戦いを繰り広げることになる。長年にわたり、互いに避け合っていた二人が、なぜ対戦することになるのか。その理由とは、原作ミステル玉尾、制作ロボットプロレスがお届けするロボティクスウォーズ。2021年6月26日、 YouTube にて配信決定。